見てください、このスナップエンドが透き通っててみずみずしくて、これからスナップエンド美味しくなりますので、真似してみてください。スナップエンドウの春巻きを作ります。フランス語です。ルロルロっていうのはこう巻くことですね。ルロドプランタンフリーオーポアマンジュトゥー、スナップエンドウのことをポアマンジュトゥーって言います。この、スナップエンドウはですね、旬はだいたい6月ぐらいまでかな。でこれ1970年代でアメリカで作られた新種だそうです。比較的新しい野菜ってことで初めて知りました。前回のグリーンピースと同じ仲間です。この、スナップエンドウね、選び方は、まずふっくらしてるっていうね、そして、張りがある、ね、私みたいな張りがある、詰まってるというシェフみたいなね、で色が鮮明であるという、スナップエンドウ、皆さん大好きですね。も使います。材料です。はい、スナップエンドウ。そしてなんとこれはエビですね。エビはインドネシア、ね、インドネシアの小エビを使います。これにですね、片栗粉、ね、バラ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 。そして、お水。そしてお塩。でこうやってちょっとねこう。洗いますとね、匂いが、これ後で水ですすぎます。こうやってやると、匂いが消えます。それと、じゃじゃじゃん、春巻きの皮、ね、4枚使います。一緒に作ろうよ。はい、今日は一緒に作ります。そして、粉チーズに、鶏藤をね、これよく、皆さん紹介しております。そして春巻きをつけるので水溶き、薄力粉小さじ水小さじ1と、薄力粉小さじ1でこれでつけます。材料です。まずですね、ポアマジュトゥスナップエンドウの掃除の仕方をお見せいたします。はい、こうやって頭のところをねちょっと折って、でヒューッとね、こっちのこう曲がってるこうシェイプして、ちょっとヒューって、これ筋が取れます。いいですね、こう音ポッキーね、ポッキー、これがお子様とやると楽しいと思います。この音ね、いい音です。でこれを口をこうやって開けておいてもらいます。この中に詰め物をしますので、はい、こうやって開いてもらって、こっちのお尻のお尻の方ですね、こうやって開いて、はい、壊さないように。そしたら、先ほどの、これ匂い取りで片栗粉、塩、水で、これを洗い流します。見てくださいね、お水もちょっとね、こう色がこれでよく洗い取って、よく水気を切ってください。水でね、はい、それでは水気をよく拭き取ってください。はい、水気をよく拭き取りましたら、背わたを取るんですけどね、これは背わたはこうやって第一関節か第二関節で取るんですけど、背わたはほとんど入ってませんので、このままいっちゃいます。これを、刻みます。ああやってお水と片栗粉とお塩でもみ洗いすると大体匂い取れちゃいますので、はい、そうしましたら味付けをしますね。ここに粉チーズ、そして、鶏藤を、鶏藤がなければね、普
通の塩でも構いません。はい、こんな感じ。あのチーズのいい香りが、はい、よく混ぜます。混ぜましたら、はい、春巻きの皮を今日4枚4枚で8個取ります。斜めに切ります。ほら切れた、でも切れておりません。そんなことになります。皆さんちゃんとやってください。こういう雑にやらないでください。はい、で8枚になりましたら、このゆたを中にサンドします。はい、そうしましたら、水溶き薄力粉ですね。保証に貼って、よいしょ、はい、厨房が熱いのでちょっとあの皮が乾いてきてますけど、皆さんあのギリギリにやってください。はい、氷もだんだん夏に向かって、今は13個かな。ね、あのいつもプロの方からこんな雑でいいのって注意されますけど、あのわざとやってるんですよ、雑に。わざと。はい、包まれました。はい、これをですね、これからオリーブオイルで、炒めます。ソテーします。はい、それでは強火で、あの今日はオリーブオイル使いますけど、ちょあの サラダオイルでもちょっと若干適量ですけども、若干ちょっと気持ち多めで、それではすかさず、まだフライパンが熱くならないうちに入れるとこう余裕ができるので、いや、あの熱いと結構ね焦るので、強火で、弱火から、あの 強火で弱い火から入れてください。はい、皆さん見てください、だんだんね強火でぐじゅぐじゅと、ぐじゅぐじゅと煮てきました。これをこんがり焼き上がったら出来上がりでございます。雑にあの巻いてるようなんですけども、実はこういうのがこうフランスっぽいんですね。よくあの例えばお城なんか見に行ってください。
日本のお城はもう 石がかっちりかっちりこう重なって本当にこう綺麗なんですけど、ヨーロッパに行くとこうもう本当にこう雑というかね。でそれがですね、遠くから見てライティングすると最もこうなんて雰囲気のあるあの建物に見えるんですね。その辺があのなんか言い訳に聞こえますけども、あのフランスのエスプリト、ね、これあの何回か中にあのエビが入ってますので、今中火にしております。ここでじっくり焼き上げます。一回フライパンを強火にして、まだ熱くならないうちからね入れてあげて、で 火が強くなったら中火に戻してあげて、でじっくり焼き上げます。だいたい中火にして5分ぐらいですかね。はい、だいたい今5分弱でほぼほぼ焼き上がります。はい、だいたい5分ぐらいになりましたので、一度火を止めます。ちょっと余熱を利用して、フライパンの余熱を利用して火を通します。はい、それでは盛り付けに行きます。盛り付けます。はい、出来上がりです。あの下手くそに焼くっていうのはね、プロとしては意図的に皆さんやってるんです。意図的にね、では、いただきたいと思います。結構たくさんできました。ちょっと、5分ぐらいで火もちょうどね、完璧に入っています。いただきます。スナップエンドもシャキシャキで、ちょうど火の通り方はベストです。だって5分ぐらいですね。普通の塩でもいいんですけど、やっぱりこのトリュフ塩ナイスですね。トリュフ塩も2種類あって、あの白トリュフの、あのお塩と黒トリュフの塩がございますので、オイルもあるんですよ。白トリュフオイルなんかも入れるといいと思いますけど、まあ なければね、あの普通のお塩でも結構です。でもまああのちょっとトリュフがあったら超おしゃれでございます。今日合わせる場合はドイツです。ナエゾンネンフェルスリスリングトロッケンでございます。リスリング酒でございます。あ、見てください、このね、色リスリングの色、綺麗ですね。あのリンゴの香りがします。ちょっとね、甘めですけど、いや、なかなかこれね、皆さんこれ結構見てください、このスナップエンドが透き通ってて、スナップエンドの使われたあの汁だと思うんですけども、みずみずしくて、オイルをちょうどにしちゃったので、オイルをちょっと多めにするともっと綺麗にあの出来上がります。もう久々のダブルグーです。どうぞこれから、スナックエンド美味しくなりますので、真似してみてください。どうぞ。